30周年記念無差別級トーナメント準決勝第1試合、3分3ラウンド延長1ラウンド、青コーナー 200cm95.1kg イラン・シナアーミー、 K1 ワールドグランプリクルーザー級王者シナカリミア。身長最長身の 2m です。5年間の K1 のキャリアがあります、シナ・カリミアン。赤コーナー 189cm108.66kg イタリアコンバットジムクラウディオ・イストラーテ。大番狂わせの期待です。クラウディオ・イストラーテイタリア。1回戦ではクラウディオ・イストラーテ、画面の左、優勝候補のマハムード・サッタリを1ラウンド2分19秒テクニカルノックアウトで下しました。この巨漢です、この胸板、この背中。一方シナ・カリミアン、5年の K1 のキャリア、 K1 では頂点に立った男。さあ K1 30周年記念無差別級トーナメントは準決勝です。クラウディは本当パワーありますから ね、 そうですね、はい、パンチの技術も高いですよ、ダメージもなく1ラウンドで勝ち上がってきました、まあ、このあたりも、ね、気になります。本当ウォーミングアップが終わったっていう感じですよね。そんな感じですかね、まあ、パンチ振り回してますからね。何かこう初期の頃の K1 を彷彿とさせるようなキャラもね、平子さん濃いですね、そうなんですよね、これ人気出ますよ。そうですよね、この試合もやっぱり体重差はありますもんね。そうなんですね。ナイスワンツー、ワンツーできた。プレッシャーをかけていく、ニュートラルコーナーを背負わしている。カリミアンもあの一時よりパンチの攻防が上手くなりましたね。オランダの修行もね、そのあの積んできたんですよね、やはりスパーリングをやってきてるんで、パンチに対して恐怖心ないですね。これからはどん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 と世界への扉を開いた K1 です。海外から重量級の選手たちがワンと押し寄せてきます。それを受けて立つべくシナ・カリミアンも海外での修行を積んできました。ボディから右のフック、大きく振ってきました。でもクラウディオ体のパワーありますね。 108.6kg という体重です。カリミアンは 95.1kg。 カリミアンが前に出てもこう下がらないですからね。そうなんですよ、受け止めてパンチ、そんな感じになっています、今のようなこの体。グリズリーというニックネームです。自然の中で主にトレーニングをしていると話していました。左の奥から右を大きく打ってきた。今度は右から引いてしまった。あーっと止めた。いやでも逆に今スタンディングダウンで救われまして、そんなこともあるんですね。やっぱあのまま行ったら倒された可能性ありますからね。スタンディングダウン1つ目のダウン、準決勝までは強いロックダウン制です。さあ試合再開。でも彼にはそんなダメージ感じないですね。そうですね、こうにこやかな表情も見せました。危ないシーンでした、カリミアン。さあこれはサッタリに続いてイランの優勝候補2人を破る。怖い、この左は速さとパワーとがある。恐るべきイストラテ、 ISKA のヨーロッパヘビー級チャンピオンでもあります。ここまで82戦のキャリア、58勝 32KO です。大きなパンチを繰り出している。左を伸ばしていきました。まあ、海外での対戦の情報でいうと、サッタリから勝利したあのステファン・ラテスクいますよね、はい、そのラテスクを2回破っているルーマニアのイアンクという選手にも勝っているんです。ラテスクは強いですかね、ラテスクを勝ってる選手にまた勝っているんです。これはなかなかの実力者ですね。だからね、これやっぱりまだ見ぬ強豪いますね、平子さん。楽しみですよね。第1ラウンド豪快なノックアウトをイストラテ一つ取りました。なんかじゃんけんみたいなね、関係性になってきますもんね。追いかけていった第1ラウンド、イストラテ、やっぱりこうカリミアンはこうまっすぐ下がる癖があるんで、はい、こう追いかけてくるパンチがこうまっすぐ下がるとやっぱパンチ当たっちゃうんですよね。次から次へと浴びることになりますよね、はい、そういう癖は持ってますね。ちょっと回るとかそういう避け方した方がいいとは思うんですよね。第1ラウンドはこのイストラテがカリミアンからスタンディングダウンを奪うという展開になりました。
もカリビアンも冷静な顔、落ち着いた顔してますね。まあ想定内ではあったのかもしれませんが、ニコラス・ペタスセコンドの指示をゆっくりそして冷静な目で聞いていました。 K-1 30周年記念無差別級トーナメント準決勝の第1試合、優勝候補カリビアンとそしてサッタリを破ったイストラテ、いろんな選手がこの K1 へと今後乗り込んでくることが予想されます。いや近い距離ですねこれ、左フック小さい距離と前蹴りだ、顔面を捉えた、顎を捉えた、形勢逆転カリビアン、おお打ち合い、左強烈な打ち合いです。ちょっとこれ休んでますね、イストラテはここで少し休みました。あ、後頭部への攻撃じゃないか、あ、まあ、クリンチ側に後頭部打ってましたからね。ここはタイムストップです。箱崎レフリーがここはタイムストップを取りました。イストラテのゴーグル、あ、マウスピースですね、あ、マウスピースが、マウスピースが落ちましたね、落ちましたね。この後頭部の攻撃もちょっと気になってますが、そのあたりの競技はどうでしょう。でもちょっとね、あの後頭部ですからね、 K1 では反則されています。反則技の一つです。やっぱりああいうパンチ、こうクリンチギアでもヘビー級なんで効くんですよね。ちょっと頭がボーっとするような感じ。あ、ここも今注入をしましたかね、はい、1回目の攻撃でした。反則攻撃注意1が与えられています。この後は警告へと上がっていきます。右のパンチ、至近距離から左のフック、ロープを掴んでなんとかしのごうというようにも見えました。カリミアン、ちょっと試合荒れてきました ね、 そうですね。第2ラウンドに入っています。残り間もなく2分というところ。さあ試合再開です。第2ラウンド無差別級トーナメントの準決勝です。右のローキック、静かにイストラテ、リングの中央ガードを高める、左のジャブ、どこで得意の左フックを振ってくるか、これだ、これが左フック、カウンター狙ってましたね、狙ってましたね。あ、でも下がらないな、また狙ってますね。カリミアンパンチをね、思いっきりガードの上で受けてますね。これもマウスピースを吐き出してしまっています。ここでタイムストップ。ちょっとラフな攻撃ですよね、カリミアン。その分はどうなんですか、ちょっと冷静さを欠いているというところもあるでしょうか。まあ表情はね、ご覧のように至って冷静です。まあローブロー狙ってるわけではないと思うんですよね。はい、ただね、首突き際の後頭部とか、ここもタブを捉えてしまいました。この攻撃によってタイムストップです。準決勝のこのイストラテは1回戦ではイランのマハムード・サッタリ、1ラウンド2分19秒でテクニカルノックアウトでした。トーナメントで初めて迎えているこのイランです。一方カリミアン選手の方は3ラウンド相手をマットに沈めましたので3ラウンドまでは行っています。1日3試合頂点まではあります。その2試合目、カリミアンももう戦わせろっていう顔してますね。早く行きたいというね、形です。再開します。お待たせしました、試合を再開いたします。さあ試合再開となりました。準決勝第1試合、向こう側がイタリアのクラウディオ・イストラテ、手前がイランのシナ・カリミアン、イランの英雄。クラウディオちょっとね、右ストレート狙ってますよこれ。狙ってます、右ストレートです。ああ、これ左ロック、あのガードを固めた時は何かのチャンス、サインですね。来ましたね、倒し来ますよこれ。左ロック振ってくる、ちょっと怒ってますねこれ。カリミアンも行く、ああ、でも逆に言うとチャンスですよ、カリミアンも。そうですね、相手が出てくるということですからね。左のフック、ガードしているカリミアン、左のジャブ、ガードを固めたのはイストラテ、左のフック、これ、ね、カリミアンの打ち終わりをね、こう
クラウディを狙ったりしますね。ちょっとどうですか、当たらないことも増えてきました。ちょっとクラウディの動き、カリミア見えてきましたね。そうですね、これガードの上からでもいいですよ、これ、はい、寸前のところで見切るようなシーンが出てきました。もうちょっと効いてるかも。右のガードのバックハンドブロー、右カリミアが前に出る、うん、右の服、ちょっとクラウディのパンチが力なくなってきましたね。あっと口が大きく開きました。イストラテ、あ、聞いてる。右のフック、さあ赤コーナーを背負わした。カリミアが前に出る。今いいアップパーが上がりましたね。さあここはちょっと動きが弱くなってきたクラウディオイストラテ。あ、でもよくはカリミアも今アップパー上がりましたね。これは止まっているところの右です。タイム止めよ、これは時間を止めます。箱崎レフリーが時間を止めました。ちょっとラフプレーも出てきました。場内からはカリミアンへの声援か。クラウディオ疲れてますね。あ、休んでいる。ご覧の赤コーナー、かなりスタミナが、それあとは後頭部がアピールをしています。よし、試合をレフリーが止めてからの調整を行っております。ブレイクをコールしてからの攻撃でした。やっぱりこの、ね、無差別級ですからね、後頭部こう軽く打ってるように見えますけど、結構ダメージあると思いますよ。いや、脳は揺れちゃいますよね、うん、それはね。やっぱり脳揺れるんですよ、あれ、しっかりと時間を取りました。呼吸も整えたこちらイタリア、クラウディオ・イストラテ。もう2度目になりました。今度は警告です。これ以上繰り返すと減点の対象になってきます。ワンツー、ここはダウンラウンド終了。レフリーの後頭部打撃を浴びてダウンしましたが、大丈夫か。大丈夫というような足を寂していますが、いやでもあるということもあるかもしれないです。レフリー効いたないのはやっぱり無差別系のパンチですかね。さあ第2ラウンドの攻防です。序盤のスーパーラッシュからはちょっとカリミアンも相手のパンチも見えてきて、そして前に出るようなシーン、相手を追い詰めるシーンも出てきました。こうしたところですね。あ、最後は右のフックを浴びてしまいました。分かってます。箱崎というとレフリーも倒れてしまうというアクシデント、まあレフリーチェンジということも、ね、十分考えられます。審判も命がけですね、この。いや、かつて武田信明レフリーもそうでしたし、島田裕二レフリーもそうでしたが、やっぱり命がけだというようなね、話はしてました。何度もパンチ浴びたそうですよ。いや、レフリーがパンチ浴びて歯折れるのか、折れたっていうのがいますからね。そうですよね、はい、このラウンド間のインターバルは長く時間が取られています。あ、ちょっと抗議をしているような感じなんですかね。度重なる反則行為、ちょっと反則行為ですよね。ですね、はい、回数が重なりますと減点の対象ともなります。カリミアンはカリミアンで早くやろうじゃないかというようなところ、まあ、それを収めているニコラス・ペタスコーチです。ここまでね、14球引っ張ってきたジフはあるでしょうからね。まあ、カリミアンですね、K-1 この5年間第1代、初代と第3代の K-1 ワールドグランプリクルーザー級の王者です。ですから K-1 の重量級をずっと見てきたその一人です。新規に渡せないっていうね、本当そうですよね、意地はあるでしょうね。開国しても自分が踏みとどめる、そんな思いでしょう。あ、こちらもやや激高しているクラウディオ・イストラテ、陣営も何か黙って入れられない、いられない、そんな感じです。
どうなってるんだ、まあ、当てれこしちゃいけないですけどね、そんな状況なので場内にも今発表がされましたが、箱崎雄三レフリーのドクターチェックが行われているということで試合が止まっています。そんだけ激しいんでしょうね。いやーやっぱりあの差別ですからね、圧縮がある男ですからね、思いっきりとパンチ当たりましたからね。レフリーも決して小さくはないんですけども、そうですね、選手がすごいから。この無差別級トーナメントは富永実レフリー、そして箱崎雄三レフリー、この2人でさばいています。あ、先ほどのシーン繰り返しご覧いただきましょう。割って入っています。これゴングだったんです。これね、うわ、これ完全に捉えています。度胸のいる行動ですよ今のは。ただゴングが鳴ったんで身を挺してというところだったんですが、まあ、これ試合がちょっと止まるのも致し方ないなという場内も納得の雰囲気です。お互いがお互いの力にプレッシャー感じてないとああならないですよね。そうですね、カリミアンは早くやらせろってね、ね、コールを頼むと横浜アリーナを煽っています。場内からはシナコール。これ協議はマサトさんどういう意味合いですかね。反則について何か裁定がされるということもありますかね。何の、そうですよね、後頭部とかちょっと多いですもんね、ドクターチェック。レフリーはもう元気にリングに立っています。見るところこのイストラテサイドからちょっと反則が多いんじゃないかということですかね、抗議をしているような風にも見えました。カリミアンはもうリング中央。お、シナ・カリミアン、そしてクラウディオ・イストラテ共にリング中央。最後ゴングが乗った後の追撃がありました。この行為に対して1点の減点を与えます。イエローカードが出ました。これで1点減点です。これ1ラウンド目でダウン取られてますからね、はい、これで減点ですからもう倒して勝たないと難しいですよね。倒して勝たないと難しいですよね、はい、減点マイナス1点がマイナス1となりました。シナ・カリミアンもう相手を倒すしかなくなりました。残すは3分間。無差別級トーナメント準決勝。あ、またタイムストップ、いきなりのローブローです。シナ・カリミアンに反則攻撃による減点1がすでに出されています。第1ラウンドにはエストラテがカリミアンからダウンも奪っています。ポイント的にはエストラテリードということになるわけですが、さあ今のシーンです。開始直後でした。これも入ってますね。まあ、狙ってるわけではもちろんありません。ちょっと怒ってますよね。どうなってるんだという、うん、そういう表情ですよね、ヨーロッパの ISK ヘビー級の王者です。今日で83戦目というキャリアがあります。28歳、まだ28歳です。28歳には見えないですね。見えませんね。格がニックネームはグリズリー、まあ、現地放送局のコメンタリーがこのニックネームをつけて気に入ってるそうですけどもね。日本でもっといいのがあればつけていいよなんていうふうに話していましたリストラテです。この K1 のリバースを機に日本でそしてこの K1 のリングで長く戦いたい、そんな思惑もあるイタリアのクラウディオ・リストラテです。今日の活躍を見ますとね、もっともっと見てみたい、そんな気もしますね。人気も出そうですからね、なんとか試合噛み合わせたいところですよね。本当ですね。アクシデントで何か変な形では終わってほしくありません今日のこの試合。お互いね、ねえ、そらさないです。本当そうです。ずっと睨み合ってますよ、もうまだ試合再開してないんですが、前出てきましたイストラテ。いやもう始めてほしいですね。さらに上のカードが出るなんてこともありますかね。レッドで反則負けということも協議されています。いやでも、試合再開です。
さあどうなる。試合再開、第3ラウンド、左のフックを振っていく。イストラテ、右のフック、イストラテもグリーン、後頭部、後頭部、これはよくありません、これはよくありません。荒れてますね。今のはちょっと好意的な雰囲気ありますよね。やり返したったのかみたいな感じになってしまいました。試合が止まります。場内も今日初めてブーイングです。倒しに行きましたイストラテ。いやこれね、ただのポカポカパンチじゃないんですよね。いや、やっぱりあれですかね、もう無差別級の男のパンチですからね、はい、こう軽く叩いているように見えますけど結構な衝撃あると思いますね、はい、平子さん、いつものあのツッコミとは違いますよね。あとはね、あれは肩にチョーンってくるだけですからね。そうですよね、失礼いたしました。比べる方が悪かったです。意外とね、漫才中のやつは音だけ出すように、はい、痛くないんですよ。あれはあのいじめとかじゃないですからね。あれはあれでのテクニックありますからね、はい、痛くなく音が出るように、はい、ただこの重量級の後頭部へのパンチは全く次元が違います。試合が止められています。ちょっとこれ荒れ始めましたんで、何かこう強めの裁定が出ることも考えられますが、後頭部への攻撃、イストラテの方は反則攻撃初めてです。あ、両者にもこれ注意がまたされてますね。改めて後頭部の方にワーニング警告です。後頭部の攻撃警告です。ただいま後頭部のイストラテ選手、後頭部への攻撃による反則に対し警告が与えられました。こちらも警告になりました。改めて試合が再開されました。第3ラウンド準決勝、ガードからぐーっと睨んでます ね、 そうですね、イストラテが。グラブとグローブと間から、パンチ狙ってますよ明らかに。ガードを固めて左右のフック、左のフックを合わせていったイストラテ。でもシナいいですね、彼にはいいですよ、この軽いジャブって言って、この軽いジャブからそしてローキック、倒すしかなくなりましたカリミアン。ガードを固める、狙ってるな、あの左フックね、返しの攻撃とかでカウンター狙ってますね。ただカリミアンもそれはもう見切ってますね、やっぱりちょっと分かりやすいですよね、蹴りを絡めてくるような感じではありません、イストラテ。自分からやっぱりこう攻撃出していった方がいいですよね、1ラウンドも。1ラウンドはそれでノックダウンを奪いましたイストラテ。残りは間もなく1分45秒、何度となく試合が止まったこのラウンドですが、ここは体を寄せていきましたイストラテ。決勝に駒を進めるのはどちらか、バックアンドブロー。なんとしても K-1 を背負ってきたシナカリミアンは決勝に進み、そしてゴールドのクラウンを持って帰る、そう話しているカリミアンですが、その前に立ちはだかっているのがまだ見ぬ強豪イタリアイストラテ。ビーストパワー、このグリズリーパワーでいつ繰り出してくるか、左右のフック。残りは1分です。ポイント的にはリードを奪っているであろうイストラテ。右のフック、ちょっとねイストラテスピードなくなってきたんですよね。そうですね、やっぱりこの辺りは疲労ですかね、疲れですかね。ただやっぱポイント的に言うとやっぱりカリミアン倒さないと難しいと思うんですよね。そうですよね、ダウンが一つ1ラウンドにありました。そしてポイントも1点減点があります。カリミアンが動きよくなって、右のフック効いた、しかしその後攻め続けることができないか。またカリミアンも後頭部ね、オリジン打ってますね。まあ見えてましたけどね、ワンツー、そしてボディ、大男にはボディ、そのセオリー通りだ。カリミアン、カリミアンが倒さない、左のつく、ああ取られた、カリミアンからもカリミアンが打って、最後にまとめましたイストラテ。両手を上げたのはカリミアン、そして右手をゆっくりと上げたクラウディオイストラテ。判定に入ります。疲れ切ったクラウディオイストラテ、何度となく反則技、そしてローブローで試合が止まったこの準決勝でした。3ラウンドの攻防が終わって判定に入ります。2
2つ以上の差がつきませんと延長は1つ用意されています。さあ判定です。まあでもね、1ラウンドダウン取ってますからね。そうなんですね。28対27、赤イストラテ、まずはイストラテです。28対27、赤イストラテ、イストラテです。日勝はまだ見ぬ強豪グリズリー、クラウディオイストラテ。やはり K1 のクラウディオ、魔物が住んでいました。シナカリミアンもここで消えます。カリミアンもね、発足のお互いね、28対28で並んでいたということですね。いや平子さん、はい、カリミアンも消えちゃいました。いやまだ納得いってない表情ですよね。まあでもどう考えてもあの、ダウン取られたのとマイナスポイントでカリミアンの負けだと思うんですけど、明確ですもん ね。準決勝、なんとなんとクラウディオイストラテ、未知なる強豪の一人がついに決勝進出を果たしました。シナ・カリミアン敗れています。